さて、それでは今回は三つ星チャレンジの累計、2万6000ポイントが貯まったので SS レア確定パックを引いていきたいと思います。 SS レア確定、おっ、うわ、今消した。今ボックス整理してて消したんですよ。丸の S もういいかなと思って。わ、これは当たりじゃないですか。どうかな、今年の丸は。今シーズンの丸は、あー、でも DH かな。2118ですよね今。 DH 丸なんですよ。で、ちょっと今回はね、ボックス紹介もさせてもらおうかなと思ってて、そのために整理したんです。こちら今、あ、これ変わらずいけるって、ポジション守ってるやん。 DH ラミレスか。あー、守るならこっちの丸の方が硬いのかな。能力的にはでもあんまり変わらないですかね。ちょっともう一回見直します、どっちがいいかね。ソウル的にも、ただ広島やからな。グローリーイヤーズ広島の丸なんですよね。広島の選手が今ちょっといないので、この間の大瀬良をはめるにしても、ちょっと投手陣が三浦を外すっていうよくわからないことになってくるんですよね。いやー、これちょっと悩ましいところで、まあ4年やってるので無課金ではなくて、僕は微課金なんですよ。2、3回は課金してるんですよ。だから、それなりにはいいのを持ってるかもしれないんですけど、順番にちょっと見ていきたいと思います。長らく、プレイ記録の方ちょっと忘れましたけど、2000勝か3000勝ぐらいだと思うんですが、どうしていいかわからん選手がたくさん、千賀を取りました。これ、この間出たんですよ。ただまだ育ててなくて、まあ、ここが一番輝かしいかな。で、まあ、周東とかこの辺りはもうシーズン的に、去年の2020のシーズン1で、しかもこれは、あれかな、関係ないかな、別に。年俸選手では、年俸選手かな、年俸で取ったかもしれないですね。だからまあ、この後ろの方は大体みんな、こうシーズン的には古い感じですかね。青柳がシーズン1、今シーズンのカードになります。で、まあ、自球団だった、このライオンズがたくさんあるんですけど、それでもライオンズも自球団集めきれなかったです。で、ただまあ、三浦が3枚出るっていう奇跡が起きたので、この、ここですね、三浦真ん中のところ、浅村の横に三浦三浦と来ているので、もうこれは絶対横浜を自球団にしないといけないということで、もうライオンズで3年やってきたんですけども、横浜に切り替えて今集めてるところです。もう全然足りないです。迷ってんのが又吉ですね。出てるんですよ、SS も S も。この又吉をこのまま育てて中継ぎに置くのか、素材にするのかっていうところで、ちょっとずっと悩んでます、長い間。で、まあ、ありがたいことに僕は騎士がやたら出るんですけど、今回の騎士がね、シーズン1ですね、2021シーズン1の騎士が、ちょっと使いづらい、やたらとこう、まあ、そうですね、絞られてしまうということで、あんま対戦でもないですよね。ちょっとここが、例えばこれ、ツーシームがついたりとかすると一挙に話が変わってくるので、変化球つけれたりしたら嬉しいんですけどね。まあ、リアルではなくなってくるけど。で、そうですね。うちで言うと、横浜は実はいい選手がたくさん出てて、今永も出てるし、平もこれお正月に出て、ただ、記録残ってるかな。平めちゃくちゃ打たれます。本当に、スライダー、シンカー、まず、ストライクゾーン入らないので、スライダーかシンカーか読まれてしまうというところで、ちょっと平は難しいピッチャーですね。圧倒的に難しいのはこの小島です。これも正月
のボックスで出たんですけど、限定選手なのにもうサークルチェンジかサークルチェンジじゃないかっていうだけなので打たれますね。うまく使えない。実際対戦でもほとんどいないですよね。ほとんどっていうか見たことないかな、使ってはる人で、まあ、古いカードですよ。今回はちょっとその古いカード見てもらおうかなと思って、見てるんですけど、まあ、この辺りも S になってきてて、欲しいのはこのハーマンの SS が、もう見事に僕はこのハーマン、多分10の10で抑えられてると思います。確実に抑えられてます。対戦してるとハーマンとブセニッツ、この2人にはもう未だに全く、一応阪神のこの助っ人選手は全部置いとこうと思って、ドリスとそれからガルシアで、もう一人ね取れなかったんですよ、取れなかったんですけど下に置いてます、ジョンソンも置いてます。でライオンズでいうと古いのはこのヒースかな、2019年シーズン2、あ変わってるかな、シーズン2スケット選手ね、みんなやっぱかっこいいからずっと残しとこうと思って、また混合ボックス整理した時にも置いていくつもりではいるんですけど、で横浜は全く誰も出ないんですが、ちょっと自慢なのはオールスターの筒子の S を持ってるっていうところなんですが、まだ覚醒も終わってないんですけど、これは嬉しいですね。ずっと使いたいですね。あとそうですね、珍しいカード、最近メッセンジャーもちなみに置いてます。ほんまは S 欲しかったんですけどね、ジョンソンとか、まあジョンソンはもうないけど、メッセンジャーは今後グロリアーズとかで出してほしいですね。メッセンジャーとか井川とかウィリアムスとか、ウィリアムスはちょっと使いづらそうなんで嫌ですけど、出てほしいな。ちょっと古、この辺りもちょっとぐらい古いかな。金本シーズン2000、去年のでもシーズン1ですね。金本谷。あ、谷は今シーズンか。そうか。名選手ですよ。この辺りも、あと城島。去年のシーズン2 S。SS を一度でいいから引いてみたいんですけど、まあ、フロムメモリーなので、まあまあいいかなとは思ってるんですが、岡田さんも一応持ってるんですね。まあ置いとかないと、これは。小川とか、まあ、そうなんですね。やっぱりもう、SS じゃないとソウル負けがきついので、今3400なんですけど、もう上位戦になってくるともうソウル負けが致命的になってくるので、なんとか SS のカードを持ってきてっていうとこですかね。これも阪神の福留。もう完全にその対戦以外の部分では阪神ファンなんですよね。福留はあくまでやっぱり中日の選手ですけどね。中日から阪神に、助っ人で来てくれたと。で、今岡なんか名前が変ですけど、この G じゃなくて普通のまことでよかったと思うんですけどね。19年シーズン2。プライムマスターズですね。プライムマスターズは多分、そうですね、阪神所属になるんですよね。フロムメモリーと違って。だから、自球団で持っていれば今でも使え、ちょっと19年は厳しいかな。まあ使えなくはないと思うんですけどね。脳み。ただ阪神を長めも阪神にしたいんですけどね。このゲームでは阪神は弱すぎる。藤波が、ね、いいの出てきたから、これは本当にすごかったなと思います。今はソウル負けしてしまったけど、最高の中継ぎでしたね。梅野、またこれもね、鳥谷。僕多分これを表紙にしてるんちゃうかな。キャプテンの設定に、そうですね、キャプテンになってますね、鳥谷。こんなところでしょうか。まあ、めちゃくちゃレアな限定とかは結局、S であればね、多少は出てるんですけど、工藤さんとかもある。これはまあ今シーズンですね。限定 SS がね、もっと見れたら一番面白いボックスやと思うんですけど、僕の場合は限定を持ってないので、そうですね、今年のその正月に1回だけ最後の課金がしたんですけど、この時のカードですね。この小島とか、
もう一人平、やっぱ人気は出ないですね。あ、でもここが出たかな、千賀がもうやめようと思って、今年シーズン21のシーズン1に切り替わった時にね、もうこのゲームやめようかなって一瞬思ったんですけど、この千賀が出てくれたおかげで、もうしっかり今まで以上に遊ばしてもらってるという、一人出るだけで変わりますね。でやっぱりこのバーヘイゲン、名作バーヘイゲン打たれないんで、で配球も楽しいし、バーヘイゲンの配球ってすごいシンプルですよ。ど真ん中です。全部ど真ん中からスライダー、ナックル、チェンジアップ、ツーシーム、ストレートを投げ分けるだけにした方がいいですね。どっちかに振るとスライダーとかナックルは呼ばれてしまうので、もうど真ん中で投げるのが面白いかなと思います。ということで今回はちょっとメガボックスをただ見るだけの回ではあったんですけども、まあまあ丸が出たので、ちょっと丸どうするか考えて、もうね1枚1バックしかこの三つ星で SS 確定はないみたいなんですけど、そうですね、まあ裏バーサス祭が可能性を信じてまだちょっとチャレンジしてみたいなと思います。では今回は、まあ、スタメンとボックス紹介、それから SS 確定パックの開封動画でした。もしよかったらぜひぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ではご視聴ありがとうございました。アトリエ造形の王様ではたくさんのジャンルの動画を日々投稿しています。ゲーム実況、工房のグッズや作品紹介、配信者さんとのコラボ実況、ガンプラリペイント動画、技能検定、技能五輪解説、レトロゲーム実況、イラスト動画、ラジオ動画、ガチャ動画、個展の様子など人気作家になりたくて必死にあがいています。どれか一つでも興味を持っていただけたらぜひチャンネル登録よろしくお願いします。きっと興味のないジャンルの動画もたくさん上がります。それぞれ再生リストから見やすくしているので、登録後は通知を切っていただいて、忘れるギリギリ寸前ぐらいにまた見ていただけたら嬉しいです。それぞれが見たい時に見たいものを。